所以你来結構よろしくお願いします。皆さんこんにちは。竹谷オンライン合気道でございます。本日はですね、正面打ち肘締め2を行ってみたいと思います。では早速始めてみましょう。はい、それではまず、やってみましょう。正面打ち肘締め2です。始め。同じく。応対同じく。始め。構えない。今やっていただきました。今やりましたのが正面打ち肘締め2です。ではですね、ここから、少し解説を交えながら行っていただきます。改めて、お互いに礼。左逆髪構え。はい。この技は左逆髪から始めますね。お互いに接近して、しての振りかぶりで受けも振りかぶってください。前しか前進して打ち込みます。手首の手を返したら、手首は手首で、肘は、左手で受けてください。その前足に返したら、肘の手を手首に滑らせながら回転して胸に当てるようにして、あっと。ここまで回転して胸に当てます、ね。そこから手を外して抱えて十字に組みます。十字に組んでいただいたら、体勢を落とせたら前足を軸に回転して締めて肘締めです。もう一度行います。同じく。はい。そして、はい。しての振りかぶりで受けが打ってきました。これやや手首を返しながら、逆手は肘に当てがって受けます。前足を軸に返したら、相手の肘から少し返して、返したところを切り下ろしながら回転して、手首を、ね、返すようにして、そして自分の胸に当てるようにして、相手の手を、腕をね、自分の胸にやっといてください。逆の手は肘。肘が肘の上に乗ってるように、手首は手首を持ってるようにしてください。外して十字に。前足を回転して締めて。肘締めです。交代しましょう。接近します。はい。手の振りかぶりに合わせて、はい、どうぞ、受けを振りかぶります。指定が打ってきてほしいという気を出すの感じたら、前進して受ける。受けてください。その前足を軸に返すので、相手の肘から返してきます。このように、ね。で、ここでもう抱えてください、一気に。そうそうそう。受ける方はここで一気に抱えます。その前足を軸に回転して締めながら、肘締めです、ね。もう一度行きましょう。接近して。はい。もうちょっと落ちて。はい。振りかぶって、正面です。手首を持ちながら回転します。はい、どうぞ。そう。ね、こっちの手、手形なんですね。そうそうそう。そこから外して、抱える、ね。はい、前足を軸に回転して、締めて、肘締めです。同じく。接近しました。はい、振りかぶって。ね、指定が振りかぶったら受けも振りかぶってください。で、指定は少し打たせる気を出してください。そこに受けが。正面を打ち込むんです。その前足に変えて、相手の手首を、はい。で、逆の手は、ね、腕は、相手の胸に沿うように、受けを持っていきます。そこが外されてきて、抱えられます。あとは、最後は、後ろ足から、ちょっと下がりそうな、はい、どうぞ。
角度ぐらいで、ね、下がっていただいて、肩を落として受け取ってください。はい、いきます。もう少し詳しく説明いたしますと、接近します。しての振りかぶり、打たせました。ね、こう。ここで相手の肘肩をしっかりちょっと返してあげる。ね、ここではまだ手首持たない、ね。切り下ろしながら、肘を肘の上に。ですから、この肘を持っている手は手首に移動しながら、こう持ってくるんです。そして胸がしっかりそこに、反ってるように持ってきてください。胸が、この腕と反っている。逆の手は手がたない、ね。正面打ちで受けてるわけですから。正面打ちで打ってるときこう手を持つ。これ手がたで受けてる。そこから外して抱えるわけです。十字かかる。前足を軸に回転して締めながら、肘締めです。同じく。はい、接近して。し手が振りかぶる。で、ちょっと受けにね、はい、どうぞっていう感じで、正面を打たせてください。ね、これ、どうぞという気持ちが出るといいと思います。まあ、相手の肘肩を返す。返すときは、こう。ね、そこから、ちょっと切り下ろすようにしたら、肘の手を手首。手刀はそのまま、手刀もまあまあ、こう起きて、胸にこの腕が沿うように持ってきます、ね。手首がしっかり返ってる。この手首はこうなってる。手首をしっかり返れる持ってきてください。そこから外して抱える。前足を軸に、今度は体勢を下ろしながら丸く回転して逆回締めて、いいですね。前足の向きもしっかり返してください。交代します。接近して、はい、どうぞ振りかぶった。してもここで振りかぶります。ね、気が出ます。相手がね、打ってくださいという、気持ちをね、出すつもりで、そこに乗るようにして、しての方もしっかり打ち込んでください。あ、してね、受けの方も打ち込んでください。そこから、はい、さっき言ったように、手首、肘、そういうふうに、こう、ね、胸にしっかり反ってる。手首、腕がそういうの、ね。で、こう、肩を、受けの方を落としてください。ね、体もこういうふうに下ろしてあげてください。そこから、はい、前足に回転して締めて、肘締めください。同じく。接近しますかね。はい、どうぞ振りかぶってください。こちらも振りかぶりました。気持ちを出していただいて、パッと打ち込む。はい。少し肩を、肘肩を返す。まだ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 、ね。肘肩をちょっと返す。この時点で受けの方もこういうふうに崩れてくる。そこを、肘の手は手首に行きますから、はい。こう。ね。で、逆の手は手肩の。で、外して、抱えて、十字に組む。その前足を軸に回転して締めて、受けの方はちょんちょんと外側の膝をつくようにして肩を落としてください。で、決まったらパンと。交代しましょう。接近しました。ね、同様、打たせました。ね、ここで、相手の肘肩を返すときに横へ振ろうとした。振るのではなくて、しっかりとこう、肘肩を返したり、返すことで相手はこっちに出てこなくなります。そこに、この手刀は持ちに行かない。逆に、こっちのです。この手が滑ることで、肘締めのこの形に持ってこれるわけです。外して抱える。逆の手しか抜けてない。逆もこうなってない。逆もしっかり抱えて、ね、そのまま前足を軸に、体勢を落としながら回転して締めて、肘締めです。同じく。はい、セットしましたね。しての振りかぶり。ね、ね、受けました。さっき言いましたように、返す、ね。この手で持たない。こう。肘へ手をする。肘へ手をするから、この胸で迎えるようにして。これで、肘締めの形を持ってこれるんです。外していただいて抱える。肘が肘の上に乗っているように、こうなったり、肘を外せないように、こうですね。肘が肘の上に乗っているようにして、その前足を軸に回転して締めて、肘締めです。
応対しましょう。接近して、はい、振りかぶってきます。パッと打ち込みます。待つ余裕を持ってください。受けはね、自分から打ち込むんじゃなく、受けが打って、手が打ってくださいっていう雰囲気をつかんでください。はい、そこから振り。おう、ね、こちらもこれだけ崩れるわけです。こんな風にね、自分の体勢を整える。パッと。でそこから回転して。で、このようになっていきます。ね、多少、まだね、できてないことたくさんありますから、そこは、稽古です。そこを稽古としましょう。ね、はい。じゃあ、回転して。もちろん、型ですから、できて当たり前なんです。で、できて当たり前なんですけど、それでもやはりまだ、自分の思うように体というのは動いてくれないものです。ですから、稽古でそれを養うということですね。無理してやっても絶対身にはつきません。何度も何度もやって、それを自分の体に言い聞かせて、そして自分の体がその通り動いてくれるようになって初めて稽古になるわけです。ですから、ちょこちょこと違うことは当たり前なんです。同じ型でも、同じ、ものは一つとしてありません。そこをよく注意して稽古を行ってください。そのつもりで稽古を行わなければ、ただその型に、はまると言いますか、なぞるだけのものにしかなり得ないと私は思います。同じく。接近して。はい。そう。気持ちが出てきたのを察するんです。気持ちが出てきたのを察して打ち込むんです。はい、どうぞ。ぐっと回転してきましたから、ね。そこで抱えて、このように。そこから入って、真っ直ぐに、ちょんちょんと。はい、構え直れ。抱えて。まあ、以上のところは大体の肘締めの、説明と、稽古になります。ですがね、やはりまだ分からないよという方は大勢いると思います。それは、岡崎君、どうやと思うんですか？何か岡崎君、感じたこと、あるいは疑問に思ったことがあったら、遠慮なく今、質問してみてください。最後、はい、締めるとき、はい、どのぐらい回転すればいいんですか？回転角度ですね。これはちょっと難しい質問ですね。実は難しくはないんです。難しくはないんですけど、角度というふうに、捉えてしまうと、ちょっと変わってきちゃうのかなと思うわけです。私が思う締める動作というのは、体勢がいかに落ちるかということだと思うんです。何度回ったから、どれぐらいの大きさで回ったから、それもこれが小さすぎたから決まらないんじゃなくて。ね、これはですね、自分の体勢がいかに落ちるかということに変わっています。ちょっと待ってください。はい、やってみましょう、実際に。はい。先ほども言いましたように、回転角度で締めるということは、例えばですね、この状態から回転角度だけで締めると、こういうふうになっちゃうんです。相手は動いちゃうんです。動いちゃうんです。動いちゃうんです。ね、これだといくらやっても締まるもんじゃないと私は思います。肘締めで要は重要なのは、いかに相手を締めるかということですので、体勢を落とすことだと思うんです。で、ただ体勢を落として相手に、体重をかけるのではなくて、自分の体勢そのもので締めるということを考えておいてますね。それにはテコの原理だと思うんです。こうなってますね。例えば私が今ここで、締めるとすればどうするか。体勢を落としながら、バッと軽く、これで締まるわけです。片手でも締まるんです、これ。これぐらいです。そこには力はそんなに必要ありません、左の。せっかくですから。これをね、さっきも言ったようにね、こういうふうに、ただ回ってる、ただ回ってる。これ、受けなくても、こうやってぐる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 回って、いつまで経っても締まるもんじゃないと、私は思うんです。これはですね、やはり、こうなってるわけですね。こうなってたら、回転角度というよりも、自分のこの、下っ腹の体勢がですね、いかに落ちながら、てこの原理で締めてるかということだと思うんです。ね、これが、
肘締めで私大切だと思っております。また、皆さんがね、疑問に思うとも一つかもしれません。ですが、肘締めでやはり注意していただきたいのは、ただ相手を締めるという、ね、こうなってますね。ギャーとこうなって締めてる。これはちょっと違うと私は思うんです。というのも、今のは体勢でね、重みで相手に、自分の体重そのものでかけてるような肘締めです。これですと相手の肘がね、どうしても伸びてしまいます。どうせ伸びちゃってね、壊れる方向に行きやすくなると思います。ですから、少しでもやはり体勢そのもので締められるように稽古をするべきではないかと。ですから、回転角度というよりは、体勢を落として、ちょっとした回転でも、ね、しっかりとテコの原理でできるかどうか。せっかくですから、やってください。はい。こっちか、こっちか、こっちか。足逆ですよ。そう。肘締めはね、右でも逆でも、1でも2でも何でもそうです。内側の足が前に出てるわけです。そこから、はい。自分体勢を落としながら回転して、体勢を落として、で、前へ進む曲回、もうちょい回す。そう。これでいいんです。ただこれです。ね、どう逆も。はい。そう。そうそうそう。で、受けの方もね、こうやって肩を落とすことです。ここでぐーっとね、もう一回やりましょうか。はい。受けの方もですね、足逆だよ。そう。ね、はい。どうぞ。受けの方もこんなね、体勢を整えて、ね、これで、どうしたって、これじゃ意味がないわけです。はい。どうしたではなくて、せっかくやってくれてるわけですから、自分もその、肘締めの力に乗るんです。はい、どうぞ。肘締めの力に乗って、肘締めというものを、力の流れを感じてください。受けとして感じるんです。そうすると、してがどういうふうにやるか、どういうふうにやれば締まってくるのかということが、受けの形からも稽古できると私は思うんです。はい、どうぞ。こう、ね、こういうふうに。こういうふうにしっかりね、姿勢のね、動きに乗ることで、肘締めの稽古というのは、より、分かりやすくなるのではないかなと思っております。はい。以上ですか？はい。いかがでしょうか？はい。よろしいですか？はい。もちろんね、皆様も、これご覧になっている皆様ね、肘締めに関して、何かご質問等あれば、コメント欄から、どうぞ、書いてください。あるいはこれをまた、ご覧入れる機会があるやもしれません。その時はね、ぜひとも、ご覧いただいてですね、参考に、多少なりとも参考になっていただければ、私としては嬉しい限りです。はい、あと何分ぐらいかな。はい、それではですね、もう一度、では、この技ですね、左右やって、この時間の稽古を、ね、終わり、あ、この、肘締めの稽古終わりたいと思います。はい、お互いに礼。左逆からの構え。はい、そこは岡崎君からしていきましょう。はい、ね、はい、もう一度気をつけて、お互いに礼。左逆からの構え。正面打ち肘締めに接近。はい、どうぞ。ね、同じ。はじめ。指定受け交代同じく。はじめ。同じく。始め。構え乗れ。お互いに礼。正面。はい、以上で正面打ち肘締め2の説明と稽古を終わりたいと思います。
肘締めというものはですね、合気道の中では唯一、関節を逆に決めて締める技です。ですから非常に、肘がですね、肘の怪我が多い技です。ですけど、こういったものもですね、稽古を通して、正しい姿勢、正しい受けを取ることで、やはりこの柔軟な体を作るという意味では非常に有効な技ではないかと私は思っております。ですがやはりですね、力任せにやってしまいたいという方も中にはいるかもしれません。どうしてもね、まだ初めのうちは技に理解が及ばず、間違った形、まあ、間違った形とは申しませんが、ですがどうしても力任せの技になってしまうのではないかと思います。ですけど、そこをですね、少し我慢していただいて、相手をですね、まあ、我々、相手を怪我させたいがために、こういった稽古を行っているのではないということ、もう一度、お考えいただいてですね、一つ一つ型に沿って、型のね、型を理解するつもりで稽古を行ってみてはいかがでしょうか。今日のね、稽古はこれで終わりにしたいと思いますが、またの機会を、ね、ご覧いただいて、みんなで一緒に合気道をね、楽しむことに したいと思います。はい、それでは、今日の稽古はここまでにします。背中を伸ばして、はい、一緒に、えい、はい、向かって稽古ありがとうございました。